では本日もよろしくお願いします。立花事務局中勝志です。大河内真由です。よろしくお願いします。はい、ではね、今日は、今日は、大河内先生の、相手に追われる、相手を追わせるね、逆復縁の、方法についてお話をしていきます。相手に追われたいという方ね、必ずこの大河内先生のこの動画はしっかり全部チェックしていただきたいなと思いますので、ぜひ追わせる復縁について、今日はしっかりと掴み取っていただきたいと思います。はい、で、皆さんにですね、初めてこの動画を見たという方には3つのプレゼントがございます。復縁のプレゼントです。復縁教材をですね、今回、復縁の90日間ね、90日というと3ヶ月分の復縁のステップアップメルマガというのを皆さんにお渡ししております。こちら完全無料でございます。携帯持っている方なら無料で受け取れる、ステップアップメルマガになっておりますので、ぜひですね、こちら重要なこと、復縁に必要なステップをすべて、90日間にわたって、解説しておりますので受け取ってください。はい、で LINE の方もですね、同様に、まあ、メルマガがちょっと面倒だなという方は LINE で、ご登録していただいてですね、LINE からも同様の、まあ、こちらは14日間でちょっとコンパクトのものをお送りしておりますので、ぜひそちらの方もお受け取りして、あなたの復縁活動にお役立っていただけたらと思います。はい、でこちらも無料です。で、さらにね、 LINE ご登録いただくと50本の音声動画です。音声マガジン、はい、これですね、立花と私中川はですね、音声で、トータル50本分ですからね、何時間ですかね、もう DVD と6枚ぐらいの結構ボリューミーな、音声になっておりますが、こちらですね、まあ、同様に無料でのプレゼントとなっておりますから、ぜひですね、お受け取りして、皆さんの復縁活動にお役立ていただけたらと思います。はい、はい、ではね、本題に入って、今日はどんな本題でしたでしょうか。はい、今日は復縁したいお相手を追わせて相手を好きにさせる3つの方法をお伝えしたいと思います。相手を追わせるための3つの方法、はい、3つもお渡ししてしまうわけですね。はい、はい、じゃあまず1つ目からお願いします。はい、1つ目は自分の態度です。自分の態度、はい、ちょっと細かく細かく伺っていきましょう。はい、はい、態度っていうのはいろいろあると思うんですけど、うん、別れ際を皆さんちょっと思い出してもらいたいんですけど、はい、相手に急に別れよって言われると、うん、ちょっと焦っちゃってすがっちゃったりしませんでしたか。すがる、僕がご相談をもう何年もやってて分かるのが、97% はすがる。すがります、はい、すがりますし、別れたくないって泣いてしまったりとか、うん、考え直してほしいって言ってしまったりとか、うん、もう心に余裕がなくなっちゃって、うん、もう今思えばなんであんなこと僕私言っちゃったんだろうっていうご相談すごく多いじゃないですか。後で、はい、もう僕あんなこと言うキャラじゃないのにとかね、言っちゃったんですっていうのはめちゃめちゃ聞きます。そうなんです、はい、それってなんで皆さんそうなっちゃうかっていうと、うん、心に余裕がなくなっちゃうから焦ってしまったりとか必死になっちゃうんですよ ね。はいはいはい。でこれをじゃ復縁に生かした時に、うん、相手を追わせるためには心に余裕を持った態度を取るっていうことがすごく大事になってきます。なるほどね。これはじゃあ最初はすがっちゃった人でも効果が、抜群です。抜群、はい、なるほどね。もう今この動画であはってこう気づいたりとか、はい、ちょっと普段の私とは違うな、焦りが出てるなと思った人は、一旦この動画で自分のその、態度、焦りを取り除くということ、はい、そうです。具体的にはどういうことが、具体的にはどういうことかっていうと、分かりやすいところで言うとオイラインがそうかなと思います。付き合ってる時だったら日にちを決める約束をしても、はい、まあ仕事が終わったら帰ってくるだろうなとか、まあ彼今忙しいから明日の朝には帰ってくるんじゃないかなって余裕を持って待つことができたと思うんですけど、確かに気にいちいち、はい、一通の LINE では気にはしてなかったはずですね。そうなんです、はい、ただ別れてからっていうのは、うん、じゃあ久しぶりに会う日にちを決めます。日にちが3時間経っても5時間経っても決まらない、うん、既読もつかないってなると、もうちょっとどうしようどうしようってなってしまって、いやそれはね、僕もしんどいです。オイライン送りたくなっちゃう、もしくは焦っちゃってあたふたしちゃって、はい、うん、もうどうしようどうしようっていう風になってしまう方も多いと思うんですけど、うん、そういう心に余裕がないからそうなってしまうと思うんですけど、うん、これだといつまで経っても相手を追いかけている行動になってしまってるんですよね。今回は追わせるっていうことなので、うん、連絡を送って返事が返ってこないからオイラインをしたいとかではなくって、うん、そこもあ
返事返してくれるから大丈夫、連絡取れてるから帰ってくるなっていう風にちょっと一歩引いた余裕を持って相手のことを見てられるといいかなと思います、うん、なるほどね。でも確かにあの LINE のこのオイラインはすごく重要なんですよ、はい、あのせっかくこれ失敗談ですよ、失敗談、皆さんに失敗談の共有で、そのせっかくご飯の約束までできて、例えばあの分かってる、じゃあ今度ご飯行こうねってなりましたと、で日付がなかなか決まらないってなると焦るじゃないですか、焦ります、めっちゃ焦るんですよ、うわどうしようって、あこの日ダメだったとかね、あのこのこっちの日でもいいよとかね、週末だったら土日は両方空いてるよとかって、どんどんこっちからそのなんていうのかな、あの心配だからね、連絡をしちゃうんだけども、そこは一歩待つと。そうなんです、もうこれは日程以外のことでも同じですけど、一歩待って相手から必ず一通送ったら返事が返ってきますからね、はい、返ってきますから返ってくるのを見てから次の連絡を入れると、そうです、はい、いうのを徹底することはすごく大事、大事です、やっぱり、やっぱり本能的にも追いかけたい生き物なので、人間というものは、なるほどね、なるほどね、なので追いすぎてしまうと追われてる方は逃げたくなってしまうので、そこを利用してもらいたいですよね。なるほどね、はい、まあ鬼ごっこのね、はい、そのどっちが鬼なのみたいなね、そうですね、自分が鬼になってるとこうね、相手に逃げられちゃうから、はいはい、まあ、あくまで自分はね、逃げて彼に、はい、彼女に追われなきゃいけない立場だと、相手がお兄さんですよと、はい、いうことで、はい、LINE のこのやり取りをね考えてみると、まあ、あのうまくいくんじゃないかなと思いますね、はい、そうです、はい、なので心に余裕を持った態度で相手に接するということを大事にしてもらいたいなと思います。いいですね、はい、はい、じゃあ今度2つ目、はい、2つ目です、はい、2つ目は好意を見せすぎない、コントロールをしましょうということになります。好意を見せすぎない、はい、見せちゃいけない、いけないです。なるほど、ただこれも全くいけないわけではなくて、はい、見せ方の角度を変えましょうということなんです。角度を変える、じゃあここ結構重要ですよね、はい、多分他の人では他のブログとかね、あの復縁とか恋愛いろいろ今最近ね出てますけど、はい、予想では出てないちょっととっておきの角度のつけ方、うんうん、ね、はい、あのストレートではダメですと、はい、カーブをフォークをっていうね、はい、はい、ちょっとそのカーブのつけ方教えてください、はい、それはたった1個の言葉注意するだけでいいんですけれど、うん、相手を褒めすぎないっていうことが大事になります。なるほどなるほど、褒めすぎず、はい、じらすってことですね、じらし、はい、くー、なるほど、はい、これはじらしを入れる、はい、うん、2つあるんですけど、うんうん、1つ目は連絡がある程度続くようになったら途中で連絡を切るってことになります。なるほど、これ、はい、ある程度続くようになってから切る、切る、なるほどね、これは相手の中でどういう気持ちになるかっていうと、うんうん、普通に連絡のやり取りができている状態で、うん、あ今日もこの時間になったら返信返ってくるだろうなと思っても、うんうん、返信が返ってこなかったら気になりませんか。気になる、はい、これもテクニックなんですね。なるほどね、はい、要はこれ毎日、例えば、まあ、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、はい、金曜日ってこうやって LINE を朝はこうやって毎朝おはようとかね、はい、あの今日こんなんだったよとか、うん、まあ、なんかやり取りをしていると、そうです、そうです。ただ土曜日になったらパツンって連絡がないと、来ない、寂しい、これは寂しいし、何があったのって聞きたくなってしまうじゃないですか。聞きたくなります。それが追わせるテクニックなんですよね。なるほどね、はい、あ、分かります、分かります、はいはい、2つ目なんですけれど、うん、これは褒めすぎないに通ずるものなんですけど、まるまるくんはお仕事すごく頑張ってて偉いねとか、うん、ちょっと褒めちゃうのはあんまり良くないですよね。やりがちです、うん、あのやり取りしてて、うん、まあ、要はさっきのというかちょっと別の動画で、ね、お話ししてたやつでしたけど、なんかついつい彼との、まあ、彼女との、ね、やり取りを盛り上がらせたいなってやっぱ僕らは思うじゃないですか、うんうん、復縁したいなっていう風な側は、はいはい、で盛り上がらせたいからついついなんていうの、太鼓持ちみたいなね。そうなんです、もうキャバ嬢かっていうぐらいになっちゃう、心地よくさせようとなんかしてるつもりなんですけど、もともとお二人ってそんな太鼓持ちするような関係なのっていう話ですよ。そうです、そうです。付き合ってた時そんなことしてたのと、うんうん、そんなに彼女彼のことを崇拝して、はい、いや神様みたいなね、なんかこう芸能人にでもあったかのような、そうです、崇拝して気を使ってみたいなことするのっていう話で、はい、うしないでしょっていうことなんですよ。そうです。もっと楽にね、はい、仕事終わったんだお疲れみたいなね、うん、これぐらいが多分普段のこう、ね、カップルのやり取りって多分そんなもんですよ、はい、そうです、そうです。仕事終わったの、すごく頑張ったね、うんうん、今日は大変だったよねみたいな、こんなねこと送らない、最初だけですよね、最初だけ、そう、最初2ヶ月ぐらいかな。確かに確かに、だからまあそこは気を使いすぎるというか、
彼彼女に逆にそれって重荷になってる言葉になってる場合があるよってことですね、はいうんうんうん、そうですそうです、うん、なので、はい、変に相手に好かれようと思って褒めたりとかするのは逆効果になってしまうので、うんうん、もうフラットフラットねもう意識してほしいですね、はい、対等ね、まず皆さんとその彼彼女は対等ですっていうことね、はい、一緒ですと同じ人間ですとね、はい、皆さんも地面に足つきますよね、彼彼女は地面から 5センチとかね10センチだけ浮いてるってことないんです、はい、同じね地面に足がつくね人間ですから、まあ、そんな風にフラットに見てるということは大切ですね、はい、はいはい、最後3つ目なんですけど、はい、3つ目は優先順位を決めることです。うん、はい、それはねめちゃめちゃ大事なんですよ、はい、これ優先順位って皆さん今彼彼女とね大好きな大好きなその大切な大切な彼彼女ってあなたにとって今何番目ですかっていうことなんです、はいはい、多分もちろんねもちろん1番目って言うと思うんです、はいはい、1番だと思うんです、はい、別にいいんですいいんですがお相手と接点を持つときには1番で居続けてはダメだってことなんですよ、うんうんうん、どうしてもその1番ってこう尊重しすぎてしまうじゃないですか、うん、なんかこうね一番大事なものですから、はい、そこからなんていうのかな来た言葉だったりとか、はい、そこから発するこう全てに対してね、はい、こう相手に気を使ってしまったりとか、はい、相手に合わせすぎたりとかってしてしまって、はい、本来あるべきお二人ってお互いが一番同士だったらいいんですよ。彼彼女もあなたのことを一番ですよって言ってて皆さんも彼彼女のことを一番ですよってこれだったら対等でいいんですよ、はい、でも今お相手彼彼女は別れた後ねあなたのことを一番ですよとはしてないじゃないですか、うん、そしたら優先順位を彼彼女に合わせましょうと。だから彼があなたのことは5番ですよって言ったらですね皆さんも彼彼女のことを5番ですよっていう5番同士で対等になるということが一番フラットな目線に立ちやすいっていうことですよね。そうですね、うん、やっぱりこう大事なのって、うん、今の2人の関係性に合った会話から始めるってことがすごく大事なんですよね。そうですそうですそうです、むちゃくちゃこれは大事です。追われる上でも大事ですし相手が追いかけてきたくなる要素ってこの5番同士の対等だから追いたいなって、うん、僕4番になっちゃったなと、うんうん、僕3番になっちゃったなと、はい、彼彼女がそうやって思ってくれたら初めてこれ追われるってなるわけですよね、はい、そうやってなれば自分も実は私も3番だよっていう風になればまた対等になると、うん、これ2番になるよってなったらこれ2番同士で対等になると一番同士で対等になるというふうになって、まあ、最後はね本当にこうお二人が相思相愛で、うん、何するにしてもいつもニコニコしてると、うん、スパゲッティこうやって口につけながら食べて、はい、なんかニコニコしてるというねむつましいこう関係になっていただきたいと思うんですけど、この優先順位ってどうですかっていうのは、うん、今一度ね振り返っていただきたいですね、うん、そうですね、うん、やっぱり今のこの復縁したい人の立場っていうのは追いかけてしまうので、うん、やっぱり苦しい恋愛だったりとか、うん、相手のことが好きだけど考えてると辛くなっちゃったりってあると思うんですけど、うんうん、付き合ってる時はお互いが好き同士で求め合っていたから、うん、幸せだったと思うんですね、うん、でやっぱり相手から追われる恋愛って私はすごく幸せというか、うん、ハッピーだなと思うので、うん、復縁活動をしていってほしいなと思います。うん、ですね、まあ、追われる恋愛、まあ、今回ね大越先生ってもう追われる塾っていうね、はい、相手に追わせる復縁塾っていうのをやってるわけですけど、この追わせるって恋愛が何倍も楽しくなるんです。自分が何倍も相手から大事にされて何倍も自分のことに合わせてくれるということ、うん、だからあなたのその愛情が100になって返ってくるっていうことなんですよ、うんうん、嬉しくないですかっていうね。そうですね。で自分もその100になって愛されるからそれをまた 100以上のね、うん、その200にして返してあげたらですよ、はい、また彼から今度はそれが倍の400で返ってくると、はい、要はこれって一番恋愛で気持ちいい時だし、うんはい、お互いが幸せでもう何があったってニコニコ笑ってられるような、はい、そんな状態になれるんですよ、うん、だから、まあ、追われるっていうこと、はい、恋愛の主導権を握ってもっとねお二人が幸せな方向に導いていけるようなね、はい、お二人にとって、まあ、素敵なねお付き合いができるようにって、はい、ぜひこの動画を見て、はい、この大河内先生と出会った皆さんはねそれを掴んでいただきたいなというふうに思っております。はい、はい、今日も3本立てでね、はい、かなりのボリューミーな動画でしたけれども、はいありがとうございました。ありがとうございました、はいはい、まあね、皆さんこの最後まで動画見ていたあなたは必ず復縁ができます、はいね、追わせるっていうね相手に愛されるべき存在だということは間違いないですから、もう一度自分に自信を取り戻して、はい、
今日言ったこの3つをしっかりと使ってですね、はい、皆さんの復縁活動にお役立ていただければと思います、はい、では、最後までご視聴ありがとうございます、はい、橘事務局の中川と大河内舞でした。ありがとうございます。